ああ。そう。ふにくんは、なんか、変えあ、たい。お、俺もね、実は全然ないんだけど、まあ、強いて言えば、一個、これどうかなって思ったのが、まあ、ここに書いてないけど、リアーナ俺結構好きで。ああ、はいはいはい。そう。で、リアーナの、あんな、猫が。誰だ？これリアーナ、これ誰？猫ちゃん。猫ちゃん。さとまきさんとこの猫っすあ、か？そっか、さとまきさんとこ。え？いい、このサ猫？ウンドいいですね。猫？え、猫？ちょっと怪猫談の声話みめったいなことやちゃめてさ。くださいこれちょっと。猫はいないみたいなアガサ・クリスティみたいな話じゃないですよね。びっくりした。あ、え、うちの猫寝てるよ。ちょっと待って、猫。怖い。ずっと猫の声してます。ちょっと。生き延びようぜ、マジで。怖い。怖いんだけど、本当に。ただ、なっちゃうぜ。なるほど。ズーム猫ってことですね。多分よくわかんないけど。さあね、じゃあちょっと話戻りますけど、リアーナ俺は結い。構好きで、で、何年か前か忘れちゃったけど、多分2008年ぐらいに Wait Your Turn っていう曲を、まあ、R-Rated っていうアルバムが出してて、で、それってまあ、もう待つのはもうやめようよみたいな感じで、結構、もう自分たちの番なんだみたいなことを歌ったりする曲で。それって俺結構その時 KP 活動してでもやめよっかなみたいな感じだった時に結構元気づけられた曲だった。そので、確かリアーナってその時俺もうめちゃくちゃ好きだったんだけど、クリス・ブラウンとかと付き合ってて、悪いやつと。クリス・ブラウンにボコボコに DV とかされた時だったと思うんだよね、確か。で、それで結構芸能界問題になった時に、なんつうのかな、もう黙らない女性みたいな感じでこんな曲を作ってた気がして、そう、それは結構勇気づけられたなっていうのがあったりしたんだけど、ただまあ、俺もあえて言うと、もともと自分が出した中だけで全然いいかなと思ってて。そう、だからまあ実際、まあこの中でさらに絞って言うと、ケンドリックのやっぱオールライトと、ジョイバダのランドリーフリーと、あとは、まあ、いけたらまあ、ザ・ブラック・ザ・ベリーってやつ、この3つかなっていう気がしてます。で、この3つの、時間はそれぞれ測ってみて、オールライトで聞いてほしいなと思ったら、1分57秒から3分21秒までとかって感じなんだけど、おお、すごい具体的。1分57秒から。3分21秒までの、まあ大体1分半の間なんですけど、これっこのて、頭出して YouTube で言った方がいいんですかね。YouTube の PV の時間を言った方がいいんですかね。あ、俺一応それで言っちゃっどってるち？かも、うん、今。それがやっぱいいっすよね。うん、そうそう。まあ、OK です。1分57秒からだけでいいのか。そう。ああ、そうかもうん、しれないで、です切ればね。いいっすもんね、途中で。あ、そうそうそう。それってでこいいとかでもすしれないでね。すね。で、オールライトの1分57秒のところで、で、まあ、オールライトオールデッドホーミーっていう、死んだホーミーたち聞いてるかみたいな感じで言うところとかをみんなに聞いてほしいなと思ってますね。うん。で、なんかケンドリックとかが車に乗って、酒を地面とかに垂らしてるんだけど、それを担いでるのは実は警察だったみたいな、PV のシーンで。なんかこう曲だけじゃなくて、PV のそのシーンだけでもちょっとグッとくるっていうか、権力側に車を神輿として担がせてるみたいな、まあ、そういったシーンも出て上がるっていうか。2番目のジョイバダのやつは、まあ、22秒から1分45秒だと思ってて、で、それは22秒。からまあ1分45秒。これもリンク作っときますね。はい。で、まあ、そのサビの KKK っていうところですね。まあ、反人種差別なんだっていうところと、あとは、そのリリックの中で、なんか自分の心の中にこう、アクセスしてみると、なんか先祖に
このままじゃいけないぞって言われてる気がするんだみたいなリリックなんですよ、一番最初って。で、なんかその先祖の心を追おうと思った時に、また僕の人生っていうのはリローレットされたんだみたいな感じになってって、で、なんかその先祖の声を聞いた時にどうやってやっていかなきゃいけないかって気づいたんだみたいな話になってって、そこからまあ、まあ、300年経っても300万人以上が未だに無視されてる状態だし、ドナルド・トランプじゃ全然足んないし、オバマでも全然十分ではなかったみたいなところで、フックに入ってって未だにドレーヌ氏の名前を使ってるんだみたいなことを言うっていうところは、もし使えたら使いたいなと思ってるシーンでした。バッチリです。はい、ありがとうございます。で、一番最後のブラック・アザ・ベリーのところは、まあ、54秒から1分38秒ぐらいを使えればと思っていまして、54秒、はい、1分38、まあ、54秒からですね。で、まあ、ファーストバースの部分だけでも全然いいかなと思っていてですね、Since I was 16, came to my senses, you never like this anyway, fuck your friendship, I meant it っていうリリックがあるんですけども、もう16歳の頃からずっと感じてんだよ、おめえら俺のこと嫌いだろうがって言って、お前らの友情なんてクソなんだよみたいなことを言い放つんですけれども、あ、ケンドリックは16歳ぐらいからそう感じてたのかと思って、多分僕らも何歳かからかぐらいか、多分お前ら本気でお前仲良くしようとは思ってないよねみたいなことって感じてると思うんですけれども、なんかそういったこと思っちゃいけないなと思ってたけど、ケンドリックは16歳からもうずっと感じてんだおめえらっていうふうに言ってるのを書いてるのを見て、あ、そういったこと思っていいんだと思えたようなリリックだった、うん、そういうことすら思っちゃいけないんだってずっと思っておりましたんで、やっぱ英語でそういったことを思ってくれてるっていうのは、僕らやっぱ差別されてるって感じちゃってるんだよねって、そう思ってると思った曲だったということですね、うん、なるほどなるほど、はい、そんなところでした。ではパスしていきたいと思います。次はじゃあチェッチェかな、うん、あ、じゃあ僕は、うん、どれから行こうかな。僕もそんなに、まあ、全部紹介するっていうのはね、うん、そんな時間的にもあれなので、まあ、一応全部言っておくと、うんうんうん、オムス大衆、いや泣いちゃう、いいね、1分22秒からおがいいかなと思ってて、これはなんか幼少期のことを最初歌ってて、うん、でまあ22秒から聞いていけば、途中でその、まあ、友達から子供の時になんでそんなに黒いのって言われたみたいな、うん、でまあ、シンプルなクエスチョンで、うん、なんでそんな黒いの、うん、でまあ根に持っちゃいないよっていう、でもただなんでみんなと違う、なんでみんなと違うって繰り返してサビに入っていくところ、うん、でまあ本当は多分この曲の一番最後はじゃあ自分がいろいろ振り返ってみたときに、自分も大衆でしたみたいな、大衆の仲間入りしましたみたいな、落とし方が非常にいいなとは思ってるんですけど、まあ、それは話の流れで言えればいいかなと思うので、この、まあ、その、やっぱりその、エスニックマイノリティとしての葛藤みたいなところが出てる部分をかけられればいいかなっていう感じです。うん、うん。ということで、1分22秒からサビまで。うん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 。で、いこうと思ってます。はい。で、次に、春眠りさんは、2分18秒の一番最後のバースになるところ。うんうん。2分18秒。思ってます。はい。で、それはなんかまあ、赤ちゃんとして生まれ変わって、まあ、Don't think, feel なんて、古いよね。捨てちゃおう。で言い切るところはやっぱりそのおじさんとかに対する、うん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 、やっぱりめちゃくちゃおじさんをもう痛烈に批判してて、そこちょうど MV がいろんな、うん、
人たち、いろんな、まあ、ルーツを持つ人たちの写真がすごいたくさん出てくるところだったりもするので、そういうやっぱ既存のおじさんの価値観っていうのはもう古いんだっていうようなことを強く言ってるところっていうのは、それこそズームギャルズとかとの関連でも言えるのかなと思って、そうですね。そあるここはとか。使えればなと思います。で、山川のりを引きしよう。は、これ難しいなって思うんですよ難ね。これしい冒よね、頭、長いし。そう、長いから、でもまあ冒頭からサビまででいいかなって思ってます。まあ当時の、やっ自ぱ民その党に3、殺される前に。そうですね。で、まあ当時のその311の雰囲気っていうのは僕非常にこの曲とリンクしてるなんか感じがあるので、なんかまあそういう、本当になんかね、自民党に殺されちゃうかみたいなのがやっぱり色濃く出始めた。個人的にはやっぱそういうタイミングかなとも思ってるの確かで、に、あのタイミングか、はい。だよね。って思ってます。なので、冒頭からサビまでで、サビまで。で、リックスさんは、初めのやっぱバースがいいかなとそう思でいすよまね。す。一番これも最冒初の頭かバース。らでまあ、す。ただこのバースはやっぱそれこそ都合いい女問題とか出てくるんですけど、そうですね。歌詞の中で、ただ、その他の、そういうやっぱ、2番目調のバース剤、から。そうですね。あただ難の、都しいです合のね。いい女みたいな。そう。やっぱみんなで、一まあ、線こ切っのてこっ一ち番だ最初ね。の、そここのは一番最初の、でもやっぱ錠剤を、錠剤を飲むけ、自分を壊して自分を保ってんだみたいなところの、普通にうまいなって思うっていうか、歌詞としてもめちゃくちゃうまいし、確あとやっぱなんかか、今日もようやったみたいな、なんかね、に。言い方が可愛いみたいな、今日もようやった自分みたいな 確のかもあっに。て、ちょっと笑えるし、で、めちゃ確くかちゃ、に。なんていうの、現代っていうものを非常に感じるし、っていう意味でだは、から、と最りあ初のえず、バースかな。最初のバース冒頭から流していくって感じ。でいいと思います。で、ちょっと、カッツ一回考えます。長いので。でも、カッツいいんカだッツちょっと、よな。カッツいいけど、カッ全ツ部いいっ後すよ。ほど、カッにツいいしんだて、よで、な。オール、リルダークと J. コールのオールマイライフは、どっちかっていうと僕、救われた曲っていうより、ちょっと TikTok のバズり方が気になる曲っていう感じななるのほで、どなんね。か、あれはやっぱりなんか、ね、自分たちの人生、私の人生は全てやっぱ抑圧されてたみたいな曲で、コメン、あれソニーミュージックなんですよね、日本が権利持ってるのが多分。で、ソニーミュージックのアカウントで TikTok に上がってて、めっちゃバズってるっていう。で、まあ、英語圏のコメント多いんですけど、割と日本の人もコメントしてて、じゃあやっぱりこういう曲に対するシンパシーっていうのは皆さんどこで感じてんだろうなみたいな。自分の問題じゃないのにっていうところですかね。なるほど。熱いみたいなコメントがすごいたくさんつくのっていうのは、やっぱ一方ででも日本は、コンシャスなラップは流行らない。オムスでさえ流行らないのに。っていう、なんかそのね、ヒップホップ、の受け取り方っていうものの違い、そ母語れだっは、たあられです。聞かないのに、英語だったら聞くみたいジンロックの、里巻さな。どっちんが風の。書いてくださってますけど、そうですサマソね。ニでだケそンのドブリッラクがック。大合唱されたり、ジンロックが最初、だサマソニ・ケンドリッデクリー問とか、題とかね。流すっていうよりはけど、話の中でもしかしたら触れられるのかもっていう感じはしますそうね。ですね。だそういう話の流れで一個ちょっと出せるかなぐらいなので、まあまあ、それは放置でもいいかな。大体なので、それ以外の5曲で、カツはまた、ちょっと考えて LINE で送ります。もうね、びっくりはどうする？ディックリーは、そうだ、ディックリー忘れてた。ディックリーは、やっぱサビだよね、ディックリーは。そうパンだフォーゲッね。トやいうパンフォですね。ー。サビととりあえあ、ず入ね、ります。最初、そうですね、サビ。
でいきましょう。びっくり、まあ、冒頭からでも全然ね、いい曲なのであれですけど、確このかに。なんていうかな、そうね。最後からのサビを切ってもいいですかね。ちょっと分数調べてます。調そべのよ最後、ちょっと合唱みたいになっていくとあの、ちょころっと賛美歌みたいなが、ね、感じになって、そうホそうーリーそう、にな非って、じゃあ、あとまあ、ディックリーはね、俺、ぜひ絶対外さないでほしいなっていうか、ぜひ常に。わかり入れてまほししいた。は曲なんで、最後のその合い。唱に向かっていくサビのところからぜひ入れていきまはしょうかい。ね。入れましょう。はーい。最後のサビから流してみるって感じですかね。まあ、もう一回。サビの一個前のバスからとかでいいのかな。ちょっそしとて、僕今調べて、スプレッドシートに記入します。おい、じゃあ、ありがとうございます。一旦持ち曲のご説明なんをお願か、いしていいです旗か？本さんすでに、どう？旗本さんの頭あ、出しのはい。タイミングの、ごめんなさい。なんか私、全然ちゃんとそこら辺やってなくて、あ、いいよ。一応、2曲、ズームギャルズとフジタイトのは入れたんですけど、で、まあ、冒頭から流すって感じですね。で、うちのアマルナも最初からでいい気がなんとなくしてますけどね。なんかね、どれも全部都市弦が画面からフックだ画け面で出るのいいが面のか白い。なっていう。どっちもフックだけでいいのかなってところなんですね。で、下山のタイムは、歌の2番目の、ここの私の説明のところに書いてあるんですけど、ここくのじ歌り組詞ののととこころろ。から、で、それは後で時間を入れます。ありがとうございます。で、で、BTS のアイドルは、最初の出だしから、サビまで。これも冒頭からと。BTS めっちゃかっそこれいいがよ、ラップ部分で。かっこいいでしょ？あれかっこいいっちょっすとかっこいい。ね。かっこいい。常に、多分、ちゃんとしてる。言わなかったら絶対一生あ聞かと、なかった。この映像がかっこいいんだよ。あ、それもあ場所る。といい。そう。本当ちゃんなんとしかてまね、す。BTS は。MV の方がダサくて。おー、そうなんだ。いや、これで、めっ結ちゃ構かっここれ前の曲なんですけど、ええ。当時聞いたとき別にはーって感じだったんですが、こはのテレビ番組で見てやばいと思って。い。ああ、かっこいいね、これ、ほんと。で、こんなかっこいいのに、俺たちアイドルでも何でもいいみたいな感じでもっとかっこいいっていう。確かに。なんかさっき、なんだっけ、感じです。なんとかおじさんのやつ調べてるときも、ちょっと、なんだそれって思って、ググってたんですけニど、ュージーンズおじさん。韓流の好きな人たちっていうのは、アイドルっていうもののイメージが全く違うと、そもそも。全く違う地平だよ。歌も踊りも半端でっていうもんじゃないと。まあ、そりゃそうだよなっていう。もうそのな見え方じんか、ゃ全これ、然違うぞジと。ャニーズ問題とかにも通じると思うんですけどね。まあ、ちょっと話せるかもしれないですね。あと、まあ、やっ、もう一個。あ、どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。いや、俺、普通に K-POP 嫌いだからさ、在日だからって言ったか、んだけど、わかりますよ。なんか屈託ありますよね。なんか在日だと K-POP、本当にいいかどうかを置いといて反発しちゃうんですよね。で、素直に言えないんだけ韓ど、国人って名乗った時に、K-POP とか私大好きですって言われると関係ないよってなるっていう。俺と関係はないよ、それはっていうやつなんですよね。この問題はね、割と在日あるあるっていうか、あんあるあるですよ。ま表には出ない話なんじゃないかなと思って、冬のソナタとかもめっち大ゃあると嫌思います。いっていうか、見たこともないよって感じなんですよね、やっぱ在日になると、僕の世代。でも、母親とすか、げえわかる。2世のそう本そうそう、そ当れのわ人たかちる。が、わざとそれにすごい元気づけられて、私は韓国人なのとか、朝鮮人なのとか言って、言い出したりする人たちもいて、なんかもう、うちの2世のおばあちゃんも大好きです、BTS。
おめえら俺の結婚式呼ばなかっただろうが俺をみたいな気持ちになったりする人たちなんですけれども、そう、でもなんか そんな話もちょっとできるかもしれない。そう、そういう話あっていいかなと思って、まあ、チコリアンにとって K-POP っていうのは実はエンパワーメントの対象じゃなくて、あの、煩わしいものであるっていう、うん、人にもよるっていうことですけどね。あ、もちろん人にもよるんだけど、でも、これを里巻さんが紹介したときに、あ、素直にめちゃくちゃいいじゃんって思えたんだってことは事実であって、食わず嫌い、うん、それも、K-POP って。それもちゃんと話せるっていいっすよね。そう、うん、そうですね。すごくいい。よかったっていうことです。 あとあれなんですよ、意外と BTS のアーミーって在日コリアンの女の人も多いから、うん、かもな、そうかもなと思いました。だから僕在日コリアンのクソ男性はダメなんでしょうねと思います。俺たちって言っちゃいけませんね、ひどいと思います、マジで。ねじりも、そのシンさんの言ってたのも俺実はめちゃくちゃ、実はてか俺もめちゃくちゃ悪いので。はい、まあでもそんな切り口はやっぱ先入観は良くないっていうかね。そうね、その通り。先入観じゃないんだよな、なんつうんだ。いやまあステレオタイプ。BTS は単純に音楽としてちゃんと すげえちゃんとしてるから常に。ちゃんとしてる。ちゃんとしてる。BTS 音楽として常にすごいちゃんとしてるから。うん。うん、クオリティが高い、ちゃんと。あとあれですよね、BTS は結構みんな自分たちも曲作りに携わってるから、そうですね、全然日本におけるアイドルってものと違うよっていう、うん、確かに。あ、ちょっと本当に細かい話になっちゃうけど、あのスワンキースワイプス大好きで、まあ、ベスっていうのは、はいはい、言ってるリリックの中に口パクの人形にかけるションベンっていうリリックがあったりして、口パクの人形にかけるションベンっていうフローめっちゃかっこよくて、で、うん、それはやっぱ日本のアイドルには言ってるんだろうけど、多分ベスは多分この BTS にはションベンかけれねえなって思ったっていうかね。まあまあそうね、そうね、そう、逆にかけられる。逆にションベンかけられる小僧っていう、うんうん、そんな感じを受けました。BTS すごいな。はい。うん、はい、では。生きてるだけで状態以上は最初のフックで終わるって感じです。ああ、うん、もうここはこれ、もうだって、それぞれのバース、うん、全部面白いから、流したら全部になっちゃうもん。うん、ね、なんか全部流してもいいんじゃないのとかちょっと思うんですけど、それはダメです。でも長い長い。確かに全部は長いかもしれないけどね。でもあの、あ、分かった。じゃあ、あの、まず頭からフック部分流すじゃん。うん、で、そこで止めて、まあ、あのフックにまあ全部込められてるとは思うんですけど。はい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 。で、まあ、そこを話す、うん。で、その後。その後で消えんな。これなんかこれすごくどうでもいいんですけど、あのバルニーのバースでポケモン出てくるじゃないですか。あ、うん、そうなんですか。ギャラドスとか赤いギャラドスとか上司のバンギャラスとか、あれあのポケモン好きからするとものすごいちゃんと意味があって、なるほど、適当に選んでるんじゃなくてものすごいちゃんとした意味があるんだよっていう話ができるなとか思ったんですけど、そこを解説ちょっとして。え、確かにポケモン解説ってあんまないんじゃないですか。それぞれあの特性っていうのがあるんですけど、うん、ギャラドスの特性が地震過剰っていう特性なんですね。そこがあのセロトゴーストの曲であるってところとちゃんと被ってて、上司バンギラスはスナパっていうことだ。なんなんこの私が乗ってくると落ちるやつ。私がこう前のめりになると落ちる。いや、もう本当いいとこだったんだけどな。スナーラっていうのがあって毎ターンヒットポイント削ってくるとかすごい今やっとんさ。前回もさ、なんかやっと話したってところで落ちてばっかいって。あ、けどなんかこれ後で。あ、そう、それで、うん、それでいいですか、話戻して。はい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 。で、あの最初のフック聞いて話して、うん、その後音量下げて流しながら、うん、あ、ここの
波亭さんどうのこうのっていいです、ね、みんなでわやわや言う。確かにそれいいかもな。それいいかもね。うん。DJ 欲しいな。そしたら、長くないし、うんうんうん、あの、全部の、あの、バースにツッコミ入れたいし。いいね、それでいこう。うん。うん。それでいきましょう。割とだから。バース鳴らして、まあ、最初のフックまで鳴らして。うん。最初のフックはみんなで聞いて、ね、ちゃんと音を大きくして。うん。うんなんか今日はちょっとあのその話すリハビリになればいいなと思ってて、あうんなのに話し出すと落ちちゃう。ね。はい。でまあ話戻しまして、はい。で私はあとあれかジンドックか。で、うん、ジンドックもだからさっきのネタ的に使うという。うんうん、ね。本当流すとしたらもう本当出だしのこちら大阪イクノック朝鮮人部落のとこだけでいいと思う。ブルルルルルルまで。ブルルル。うん。ですね。うん。OK で。まあでもこれめちゃくちゃかっこいいんだけどね。かっこいいね。うん、かっこいいっすね。うん。リアル T 君がまだ出所してないっていうことがありますけど。そうですね。はい。ちなみになんですけども、あれ、はい、チッチェは多分中学3年生ぐらいまでここら辺に住んだったんじゃなかったっけ？あ、イクノックはそうですね。あ、そう。あれはもう本当にでも今里の人たちなので、僕実家今今里なので、そう、うちの祖母がずっと今里に住んでるので、うん、だ本当にあの、界隈にいたけど、僕は全然そういうサグなものは見たことないっていう。その空気感は見たことないっていう感じですけど、うん、でも下手したらだからどっかでつながってたりする可能性ある。同世代じゃない？そうなんですよ。だからどっかでつながってたりする可能性はあるんですよね、うんうんうん、僕ちょっと大阪の民族学校とか通ってた時期もあるので、うん、なんか下手したらあり得るし、うん、まあ普通に公立にもそうあるか。韓国行って日本人学校に行ったりしたの。ジンドックは韓国の日本人学校でバルニーと同級生かなんかですよね。あ、そうそう。そうですね。なんかそれは、そうですよね。で、日本帰ってきてみたいな感じなので、うん、だから本当にあれだよね、この間、フニ君にさ、KCC とか、うん、多分ジンドックの実家って、鶴橋市場のあの辺じゃないかな、多分。なんかね、うん、俺、なんかどっかで見たことあるかもかもなと思ってて、なんとなく。うんうんうん何時代感関係ないよ。いやでもなんかどっかつながってんじゃないとか思うけど、お母さんとか下手したらつながってんじゃないとか思うよね。そっち。うん、韓国から来たとかで。そうそうそう。八門屋のお母さん。うん。そうそうそう。そうなんですよ。だからあの、ね、まあジェオンさんはあの割とアイデンティティとして大阪イクノック鶴橋あたりっていうのは。あの一部ではあると思う。いや、うん、まあまあほんの一部だね。ああなるほど。でも、まあ、性格歪んだ原因ぐらいな感じかな。めちゃくちゃでかいわ。うん、しかもあの多分中3の時に玉区作り中学校っていうところの文化祭に、そうそうそう、僕 KP っていうところが呼ばれて、まあ理由としては在、ね、日コリアンが多い地域なんで KP さんライブ文化祭しに来てくださいってのが多分チェッチが中3、15歳で、俺が多分22歳だったのかな。出会ってんだ。いや、割と結構すごい話で、なんかうちの親父が川崎にもう家族で引っ越すぞっていうのが決まってて、うん、で、うん、川崎の教会にはフニというラッパーがいるみたいなことまでは聞いてたんですよね。うん、で、僕は大阪の中学校受験前で通ってて、うん、そしたらうちの学校に民族学級みたいなのもあって、うん、割となんかそういうのに力入れてる学校で、うん、でそしたら KP 来たんですよね、うん、なんか文化祭みたいな、うん、そこで初めて会うみたいな、あで4月からよろしくみたいな、なんか結構不思議なつながりで、その時のフニ君の MC ネームジェオンっていう。俺 MC ジェオンだったんですね、元はね。その名前はどっから来たの？これはね、まあ、本当にこれ多分電波乗っけんの初めてだけど、当時あの KP の相方あのリウンってのがいて、そいつが、うん、お前 MC ジェオンでいいべみたいな感じになって、で俺18歳でそのリウンが20歳だったんで、
なんか、あ、じゃあそれでいいよみたいな感じでジェオンに、ジェオン人形だったっていう感じです。で、2年ぐらい経ってちょっとやっぱ、確かに響きが韓国っぽいからジオンってのはでいいんじゃねみたいな理由だったけど、俺、フニって呼ばれてから、フニにしていいかなっていうのが20歳ぐらいからフニに戻ったって感じで。なるほど。ね、アイデンティティのメンバーアイデンティティを抑圧されてたね。そもそも KP やってる時も、相方が結構前に出る感じで、俺、女房役だったので。その全部相手が言ったものを受けるみたいな感じで、フニ君の方がラップうまいのになんで KP ってみたいな感じでよく言われてたんですよね。そうっていうのは裏話。そうそう。で、まあ全然関係ないなと思うと、実はスカーズ、川崎のグループのスカーズの、はいはいはい、スティッキーっていうラッパーが僕めちゃくちゃ好きなんですけど、はいはい、スティッキーってA サグと幼なじみで、同じ幼稚園なんだけど、もともと A 作がスティッキーっていう名前だったって。A 作がスティッキーって名乗ってたんだけど、スティッキーがラップ始めるってなった時に、あ、じゃあ俺のスティッキーって名前やるから行くのだスティッキーって言ってスティッキーを送り出したっていう全然関係ない話をしませんでした。そんな不思議な、なんか全然関係ないけど、クミ君が都庁前で炎上してるやつとか、あれスティッキーの T シャツ着てたよね。そう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 。完全にもう T シャツの、ね、T シャツのルーティン3枚ぐらいしかなくて俺。スティッキー。それでね、やっぱゴーストイン炎上してる、やっぱネトウヨとかはネトウヨは知らないから、なんかあれ、まあね、クミを叩くためにどの武器を使うかみたいな感じになる。でもこんなスティッキーみたいな T シャツ着てねちっこいって意味だみたいな、ここにはねばっこいねちっこい意味が入っているみたいなんで叩かれてて、ちょっと笑っちゃったんだけどねちっこいっていう意味、そうそうそう違うよ、スティッキーっていうラッパーだよ。 でも分かる人には分かってて、なんか、うん、スティッキーの T シャツ着て抗議してんのマジ泣けるみたいなことを言ってくださる、ね、中にはいて、いです、ね、俺はなんていうのかな、スティッキーさん守ってくださいって感じで T シャツ着てるんで、なんていうのかな、その日本のヘイトスピーチに向かっていくときにスティッキーをプロテクトに使ってるって感じですね。スタースカーズ入れてた子がいたじゃん。あ、スタースカーあるからそこでいいのか、そこでいいの、あれでソロよりも、はい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 、あれでスティッキーさんのバース入れても、あ、そうですね、うん、そうですね。で、変な話、スティッキーの T シャツって、サイズオーから送ってきてもらったやつで、買ってねえんだ。なるほどね。あれ、あれだよね。買ってないのよ。買ってないのよ。あれ、でもなんか、版元でちょっと揉めとっ、揉めてんの、揉めてんの。サイズオーから出してるやつと、そうそうそう。なんか、その、スティッキーさんのグッズ、スティッキーさん、先に行っちゃって、シングルマザーと子供がいるんで、それを知るのためにグッズを出してるのに、そう、両方ともお会いしたことがあるんですけど、それを支援のためにグッズとか売ってるのに、サイズをてめえ勝手に持ってってんじゃねえよみたいなことを A 作が言ったという。そう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 、へえ、あ、サイズがその奥さんに寄付するためにやってんじゃないの？あ、そこがね、ちゃんと俺分かってない。 なんだっけな、そう、なんかね、なんか A 作とも揉めてたんですよね、奥さん。そう、A 作とも揉めてた。そう、まあ、A 作さんが揉めそう。 A 作さんは揉めそうなタイプの人ですよね。揉めそうなタイプ、うんうん、まあ、まあまあ、じゃあ、まあ、そこら辺はスタースカーでちょっといろいろ拾って、はい、あれもともとあれですもんね、米 4K のバースがいいみたいなことを書いてくれたもんね。合わせて、そうだ、ね、確かに米 4K かっこいいんですよね。うん、どんなこと売ってるっけっていう感じ。ベフォー系って なんかね、一人だけフローが全然違うんですよね。うん、なんか R みたいな、なんていうの、スコビを伸ばすフローをしていて、で、なんかなんだっけな、チャンピオンの C、 あ、言ってランクは A、 あ、はい、そうそう、 R 指定みたいな感じのを言っていくっていうのでね、なんか、うんうんうん、なんか渋い感じのラップをしてるなんか一人ずつ、あ、違う、一人一曲ずつをお客さんが上げてくれてるやつから選ぶって話もあったと思うんですけど、あ、そうですね、それもおいおい
そうですね。ちょっと先に戻しますか、話。うん、そうですね。調査。そうですね。僕なんですけど、マイク・イーンズ・ハリエット・タブマンは、冒頭から最初の旅というのか分かんないですけど、どこまで行けたらいいかなって思っていて、うんうん、次のブラックとかは流すのかみたいな感じもあって、うん、どこをどう切って流せばいいのか分かんないなって思っていて、ちょっと実際に流すのかどうか考える余地があるなと思っています。うんうん、で、モーメント君のホームチョンは、うん、3分50秒くらいまでずっと流してたんですけど、頭から。いいんじゃないですか、最初に入るときにこれから入るのであれば、うん、一番辛いところを全部聞いてもらってから、うん、で、うん、その後、いろんな話に展開できる、うん、なんか、我々が話したい問題のかなりの部分が入ってる気がしていて。うん、そうですね。うん、書きましょう。まあ、あと、これは、サイさんが参加してるのも大きいですしね。スナック社会科にね。サイさんの歌ぐらいの、サイさんの歌ぐらいまで流せればいいなと思ってたんですけど、うん、そうすると4分近くになる。うん、まあ、かけてもいいんじゃないですか。これも、あれじゃないですか、流しながら、ほら、ここサイさんみたいな感じで。あ、そうやって喋ればいいね、ズームギャルズと同じで。うん。いいじゃん。うん。だ、なんかしんどいとこ最初流して、あ、おなら出ちゃった。うん。それで流しながら話す感じで。いいんじゃないですか。で、フィソンとレイノと YR に関してはすいません、後で入れていきます。全部良かったよ。やっぱフィソンもかっこいいっすよね。全部良かった。てか本当に全然フォローできてなかった部分があって、フィソンはもともとすごい好きで追ってたんですけど、残りの2人、あとこの前、トロストストレイブも来てくださいましたもんね。そうですね、YR 君は。ぜひ来てくれたんだったらかけてほしいなと思いますが。なんかそうですね、当日会場にいるかもとも言ってるので。あ、いたら声もかけてみようかなとか思ってます。ぜひぜひ声かけて。全部2分台だからね、全然いいと思いますよ。レイノもそんなもんですよね。あんまり長くなかった。あんま長くなかったと思います、レイノも。まだここは続けて入管法改悪と絡めて。あ、そうだよ、絶対入れたい。入管法を言ってる曲ってあんだと思ったから。で、入管法改悪があれだけ盛り上がったから、今回都庁前に人も集まったっていう流れはあると思うのね。そうかもね。なるほどね。みんななんかちょっと路上に前よりかは出やすくなってるなっていう。今までだったら来ない層が来てると思うので。だったらいいな。だからなんかやっぱり音楽が佳境するところってでかいよねっていう。だ、BTS のアーミーの子たちが盛り上がってたのもそうだし。いろんなところ、いろんなところからこう、それがフックにして広がって、運動も来るっていう、境目がなくなる感じはとてもいいなっていう。その話はしたい。ぜひしてください。それはやっぱりプロテストレイブともつながってきますよね。やっぱりそういう音楽で、やっぱそういう境界を越えれるんだみたいなことに関しては。なんか。で、あと、やっぱり音楽ってね、国籍ないじゃない。ないね。資格もいらないからさ。そうですね。で、本来ヒップホップってそういうもんでしょっていう。そうですね。そうですね。だからね、本当ニュージーンズおじさんとかやってる場合じゃない。まあそうですね、僕も多分ニュージーンズおじさんの一人なんですけどね。まあね。で、ニュージーンズおじさんはあれじゃないですか、なんか自分がマジョリティであることが前提だからさ。まあそうですね。もうその時点で違うじゃんっていう。はい。
ニュージーごめん、ズおじさ話。んは基本ね、SNS 上でニュージーンズおじさんについて言及するっていう、ニュージーンズおじさんはニュージーンズおじさんについて言及するっていうのはあると思うんですけど、勝手に、ツイッター上で。いいな。だから僕は絶対ニュージーンズおじさんには言及しないっていう、まあ、私もしない。そう、心の中でニュージーンズおじさんとして生きていくっていう感じではあるんそですけど、うなんだ。それを表に出すとやっぱりニュージーンズおじさんなので。そうだね。しかそうも、なんか自分でニュージーンズおじさん、まんざらじゃないの、あいつ、ほんとどうにかしそう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 、ろよっもうていそうう。いう価値の転換が始まっちゃってるので、もう見苦しいっていうか、もう私、言っちゃうもう、とパブロッワークゲーしムてにるなるのもで。いや、本当に。ん。ちょっと予話そ防れブまロッしたクね。だよ。はい、すいません。はい。いえいえ、すいまはせん。い、で、張さん、ごめん、どうぞ。で、最後、ECD。あれ、すごかったな。イルリメ、いいっすよね。ゆるりめなんそう、だ、あイルリれ。メの、イルリメのあれ、イルリ最初メですのバースまで流せたらいいのかなと、頭から。ね。いや、これ、ガンガン言ってよ。10年前の曲だったね、これ。10年前ってさ、まださ、本当に出始めたとこじゃないかな、こういう出の。始めなんですね。ブラッで、クそライのブズ時、マ本当ターに、当時、自分、サブカルクソメガネだったんで、みんなそうじゃないですか。みんなそうですよ相対ね。主義に、相対主義に陥っていたので、大都会とかも、霊障してればなんか過ごせるみたいな気持ちでいたんですけど、もうそんなことはなく、けど、その熱量、この熱量で、こんな怒ってる人がいたんだなっていうのを後から知って、いや、俺もやっぱり今怒日んなきゃやっぱり知ダメだったんだっていう、った。そしてっていあなた。うので思い出深い曲なんです。で、イルリメのバースがすげえ、立地的で いいっていうのも今改めて。なんでそこまで、読んだろ光る風をっていうね。まあ、光る風読んでて寝ておりになるのかなみたいな感じがしますけど。いや、入れましいょう、うことれ。ころまで流せたらいいかなっていう感じいでや、す。いいと思いで、ままあ、す。めちゃくちゃいいし、すごい勇気づけられた曲でもあるし、ですけど、ここにも書いてますけど、なんだろう。やっぱり、いや、あの子に指を一本触れさせやしねえっていう語り方になっていて、で、それは象徴的な、写真がある、泣いてる学生の女の子がいてっていうところのデモを見て、で、それを見てからのリリックだから、すごい必然性があるんだけれども、やっぱちょっと、なんだろうな、マスキュなんリンかな感じ強がいあるよ人がねっていう、弱い人を守ってあげそるう、的守るっな。ていう発想があるよねっていうのは、ちょっと話せるかなとも思ったいや、な。そうだよね。やっぱ、すごく、しかもなんか、そう、指一本触れさせやしねって、やっぱグッとくるなと思って。がいいなと、本当に、思いまあました。実際、石にすごい体張って活動しましたからね。そうね。さて、リクエストの曲もちょっと選んでいきましょうか。そうそうでですすね。ね。そう、自分あはと、なんかもう、1曲増えてた。そうですね。1曲増えてて、Spotify もさっき追加しときました。ギャありルががとうご歌ざいの、ます。いや、これ誰っすか？わかんなんだっないけな。細い、匿名細ない、んだよ。なんて言ったらあれだけど。このそういう人細いが。さんは、実は、東京けど言わない城方が、の、いいですか？言わない方がいい？公開するんですか、これって。ああ、そうか。公開するかもしれないから言わない方がいいんですね。いや、こ何を言れ、わない？熱いなと思って、なんか、何を言わない方がいいの？これ公開するなら。なんだろう。個人の情曲報に名ながるよ誰うかっな。ていうことか。そうか、そうか、そうか。言わない方がいいのか。そう。でも、ギャングスター、グール選んでくる、しかもジャルジャダマジャーって、字面でびっくりしちゃうよね。分かってんやんって。いや、これ熱いなと思いました熱いね。よね、ここれ。れ、わかんないから、後で聞かなきゃ。あと、なんか、メッセージが良かった。そうですよね。かったですね。ちょっと読みますね。昔からヒッこプホッれ、やっプを読んでぱ、聞いてたのですが、いろいろ学ぶ中でヒップホップを取り巻くマッチョさがきつくなり、今ほとんど聞かない中で、今も聞くならと考えたときにこの曲になりましたと。おお、なるほどね。俺、わかんないから、もう一回聞いてみよう。多分聞いてるけど僕ももう一説回明し聞きかなまいす。から。他にはいますか？僕は、
まあ、友人の A 君が挙げてる、うん、I wish I knew how it feels to be free ですよね。うん、これもこれなんか、この前も相談したんですけど、うん、あのイメージの最後流せそうですか、うん、なんか A 君、この曲のタイトルはすごく繊細で訳しづらいので、皆さんがどう訳されるのかお聞きしたいですって言ってるんですけど、うん、すげえ荷が重い。めっちゃむずいっすよね。気があるじゃんって。すごい単純に自由ってどんな感じかするか知ってたらいいのにっていうことじゃないのかなって僕は思ってます。でもそうですよね、それって本当にイメージでも多分フニ君のあの横そういう翻訳ついてましたよね、うん、そうそうついてました、うん、まあ多分あのウィッシュとニューとフィールがあって単純みたいな構造になってるから訳しづらいっていうふうに考えてるのかなと思ったんですけど、なるほど、うん、僕の受験英語スキルによるとそう訳せる。そう、I wish I knew how it would feel to be free は。理由がどんな感じがするか知っていたら良いのになぁという。うん。いや、本当そうだと思います。なんか、うん、逆に言ったら、みんなの日常の中でこう感じることってあったりするのかな、なんか。これ、あの、うん、イメージの中で、自由とは恐れがないことって、ふみさんが言ってると思うんですけど、うん、はい、僕はそこもつなげていきたいなって思ってて、できればイメージ自体の映像を流せればなと思ってます。その、なるほど。恐れがない状態がないじゃないですか、だって。うん、第一コリアンやってると、うん、ちょっと怖いじゃないですか。ないね、うん、その常にちょっと怖いのがデフォルトだから、そ、うん、こも話したいな。なんかあの結局自由か自由じゃないかって、命の危険があるないみたいなものでもあるのかな。うん、うん、そうですね。だからなんか私はそのいつ死んでもいいぐらいのおじさんたちの自由にやってるのを見て、うん、私もっと怖いもんいっぱいあるなと思って。なるほどね。うん、うんうん、全然自由じゃないわっていう。だからなんか、あの、張さんの言ってる自由とは違うんだけど、うん、やっぱりその恐れとか、うん、あとやっぱり生き死にって、意識してないけどへばりついてんなと思って。うん、なるほどね。うんうん、なんかあの、日本のど魔女男性とかって、多分その生き死にから逃れたいから、うん、特権的なところから降りないし、見ようとしないんだろうっていうのもあるし、あの、うん、それはこの前、ふにさんがあの都庁前で死んでる人もみんな一緒に行進しようみたいなのと同じ話なんだけどさ、うんうんうん、そんなこと言ったなんかその辺にあの自由のヒントってあるんじゃないのかなっていう。うん、まあ、ここは、まあ、だから、うん、インメイツが上映できないのおかしいんだよ。まあ、そうね。まあ、ここは取り留めもなくてすいません。いやでもここは結構みんな語れるとこなので、これぜひね取り上げたいとこですね。あとね、J. ロア A.K.A. ライアンのタリブクエリ。猫田コーヒーさんの忘れないで、うん、かっこ、ね、自分の曲、うん、90年代に一緒に音楽やってた元夫、洗脳、モラハラ、パワハラが本当にひどかったんですが、その時に作った曲ですっていうオリジナルの曲なんだけど、うん、聞いてみたいなと思って、うん、すごいですよね、聞けんのかな、うん、これより聞いてみたい、うん、で、他どうします？ね、一応ジーダス&メリーチェン、ジザメリー、ジザメリーがこの中でなんかこうめちゃくちゃ毛色が違う、はいはいはい、めっちゃ毛色が違う、なんかブリティッシュロックがここにいきなり入ってくるのも面白いし、まあこの曲自体かっこいいんですけど、じゃあ入れますよ、これ里巻さん中心に話展開できるなら全然ありですよね、うん、ありあり、うん、うん、僕も全然知識ないな、ないので、うん、僕もないっす。あとあのイマジンとかの RC サクセションのイマジン、そう RC ね、うん、誰かゾーンとかは聞いたの、痛いの痛いの飛んだけとか、ね、ノンとか聞いてる人いるのか、黄色違うの、ノンも黄色違いますよ、めちゃくちゃ、あ、まあそうだね、うん、まあでもノン
ね、能年レナさんもいろんな問題に絡む話はできるよね。確かに、ノン持ってたんだ、これ。ノンすごいな、こうやって。だそれこそ、ノン問題って、ノン問題。事務所、芸能界の事務所問題としたら、ジャニーズにつなげることはできますよね。全然できる。うんうん、できる、できる。で、経路違いで、ノンと地ザメリとかでも面白いかもしれない。うん、全然ありですね、ちょっと聞いて。うんうん、俺、ライブ自体、実際、今回、20分間ぐらい全部、フリースタイルぐらいでやろうかなと思ってて。すごいかっこよ。まあ、みんなの話が出たものを総括していくみたいなライブができればと思ってて。なので、何の曲をやるとかじゃないんですよ、きっと。ポエトリーディングっていうか。めちゃくちゃスペシャルじゃないですか。そう。っていうのも、配信が今3つ、4つあって、もう、同じようなライブできると思ってるので。だとしたら、このイベントでこの時に感じたものをパッケージ化した方が、アーカイブとしても変えるだろうと思って。これね。かっこいい、かっこいい。そう。で、したかったビートもあって、あと話の入りは、張さんの。うん。僕もからで。あ、そうね。モメントジューンあたりの話から入っていくみたいな感じじゃなかったでしたっけ、うん、そうですね。そうですね。で、そこからいろんなテーマに展開できそうってことで、そうですね。流れでやっていって、最後はみんなしもんでしまいたいという。うん。じゃあ、モーメント、あれ、コナがどうなったみんなしもとイメージの。最後流して締めたいと。そうですね。最初じゃあモーメントで最後ニーナシモン。うん。でただ結構しっかりどういくのがいいのかな。どういきましょう。前はどうだったんだっけ。そっから行くのく挑戦部落とかになったんだっけ。とかの話もありましたね。できるし。男たちの音楽なんだってところに引っ掛けて、うん、マッチョさみたいなところにも行けるし、もう、アンチエイシズムの曲だよねってところで、うん、そういう曲につないでいくこともできるし、うん、まあ、ジョイ・バダス、ケンドリック、コンシャスな、まあ、けどそこが一番僕の、僕の感覚だとなんか街完全ジンロックにつながるとなんかちょっと割となんかネガティブな話にちょっとなりそうな気もしてて、あーそうね、そういうみんなでそういう部落とかを合唱するのはどうなんだみたいな話になってくる、うん、割とその辺は中盤とかに持ってっちゃってもいいのかなっていうのは思いますね、うん、中盤でその辺の話をして、まあ、最初だから全国外の、うん、いわゆるコンシャスなラップっていうそんな話っていうところを、ウニさんが挙げてくれた曲とかでしていって、そう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 、じゃあそれに呼応する日本のものって何があるんだってところで、ズームギャルズとか、そうですね。話とか、ドーブリックスとか、カッツンとか、オムスとか、うん、まあ、話をつないでいって、田島春子とか乗って、はい、ほんで、さっきのもう一回モーメント君の話に戻してみたいな、で、なんか。研究者。コトちゃんも混じってるから最悪な顔で、撮ってるという。仲間だよね。すいません、ちょっと子育てのお金が。なるほど、じゃあまた今度これを改めて伺います。そうですね、LINE 上で。で、僕も全然、それはもう、結果見て、僕も全然そこはいいので、うん、結果見たので。もう、はい、もうあとは大丈夫ですかね。うん、はい。